東京都の新型コロナウイルスの対策を盛り込んだ今年度の補正予算が、今日都議会で可決成立しました。都の今年度のコロナ対策の補正予算が成立するのは、今回で6回目となります。感染拡大、えー、もう迅速に進めていかなければならないときにおいて、こうやって予算を認めていただいて、あの早速実践してまいります。 補正予算の総額はおよそ3132億円で新型コロナウイルスの患者を受け入れる医療機関への臨時支援金を盛り込んだほか国が家賃の一部を補助する家賃支援給付金に独自の上乗せを行います。